ハロー、オラー、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はエムズクラフトさんが出しています、シンピローというアイテムを紹介、そしてサウンドチェックを聞いていただきたいと思います。はい、シンピローご存知でしょうか？これ、シンバルがね、良くなるという触れ込みの、このシンバルの下に、あるいは上につける、ワッシャーですね。はい、シンバルって普通こういうフェルトの上に乗せる、あるいは挟んだりすることによって鳴らしているわけなんですけれども、これを、このシンピローというアイテムを使うとシンバルが良くなるよというね。で、いいじゃんいいじゃん、使ってみようかなと思うと思うんですが、これ結構ね、いいお値段なんですね。はい。ちょっと気軽にこう試すには絶妙な価格帯といいますか、どうしようかな、この値段で効果なかったら、みたいな。はい。少なくとも僕はめっちゃ悩みまして、これ全くね、広告とか案件とかではなく、自腹で購入して自分で試しておりますので、はい。結構僕のあの素の意見としては、これ、自分で作れるんじゃないかっていうね、ところですね。ドラマーの方はわかんないんですけども、パーカッショニストってね、結構こういうの自作、DIY するのがね、好きだったりするんですよ。僕もご多分に漏れずっていう感じなんですけども、これ自分で作れるんじゃないかと。あるいは、この、普通のフェルトに比べて、設置面積がね、ちっちゃいよということなので、これハイハットに使う小さいフェルトワッシャーでいいんじゃないかと。はい、サイズ感としてはこんな感じになっております。はい。なので僕みたいにですね、これ自分で作れんじゃないかなとか、あるいは、小さいやつで代用できるんじゃないかなって思ってる方結構いるんじゃないかなと思いますので、もう一通りいろんなパターン試してみましたので、聞き比べてみてください。そしてご自身の耳で判断してみてください。今回かなりいろんなパターンのサウンドチェックしてみました。クラッシュシンバル、ライドシンバル、スプラッシュシンバル、そしてハイハット、さらには合わせシンバルまでやってみました。合わせシンバルはね、取っ手の裏側のところにこのシンピローをつけてみました。で、僕の感想とかレビューは動画の一番最後にまとめてやっていきたいと思いますので、まずは先入観なしで、素直な心でですね、この音を聞いて、聞き比べていただければと思います。
はい、かなり盛りだくさんでしたけども、いかがでしたでしょうか。もう明確に違ったでしょ。もう明確に変わったと思うんですね。まあ、結構いいお値段ですから、これ変わらなかったら困っちゃうなっていう、ところだったんですけども、まあ、無事結果が出てよかったなと。で、僕最初ね、2個だけ購入して、まあ、試してみるかっていう感じだったんですが、あ、これ使えるわということで、なんと追加購入決定いたしました。はい。まあ、それぐらい僕の中では好印象だったということですね。で、これやっぱ何が違うのかなっていうところで、この素材感、はい。まあ、これ非常に伝わりづらいと思うので、みんなが想像しやすいもので言うと、これゆで卵ですね。ゆで卵。ゆで卵をこうプニプニプニってやった時の柔らかさ、弾力性の感じがもうそのままシンバルワッシャーになったっていう感じです。なので、まあ、ゆで卵の上にシンバルが乗るので、まあ、よく振動すると。具体的にはね、この響きの長さはもちろん長くなってるんですけど、この響き方、振動の仕方がね、フェルトのワッシャーだとグワン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 ってなってるところが、まあ、これを使うと、より細かな振動になる、そして滑らかに聞こえるワーンみたいな、まあ、聞いていただいた、通りでございますというところです。で、まあ、デメリットを強いて言うならば、フェルトワッシャーであれば、まあ、皆さんイメージしやすいと思うんですけれども、適度にこの音がミュートされている代わりに、まあ、この振動もそれなりで収まってくれる。はい。まあ、これがある意味利点だと思うんですが、シンピロを使うとね、なりすぎちゃうっていうか、はい。揺れすぎちゃうっていうのもあるんですよ。だから例えばドラムセットなんかで、使うとこう、シンバルがもうグワングワン、揺れてしまう。サイズで言うと20インチ以下のシンバル、クラッシュシンバルとかであればもうグワングワン揺れちゃうので、上をこうしっかりとね止めないといけない。はい。で、この上を止めるものに関してはシンピロを使ってもいいですし、普通のフェルトでもね、まあ、そこまで、差はないかなと、思いました。あと、こうジャーンとクラッシュさせたり、マレットを使ってシャーってね、やったりするのはめちゃくちゃこのシンバルの、本来の響き、本来の音が出せていいんですけれども、例えばライドシンバルでコツ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 、リズムを刻むみたいな、リズムを出さなくてはいけない、はっきりと、そういった場合にね、このシンピローだと若干このクラッシュ成分っていうか、ジュワジュワジュワシュワシュワシュワっていう成分が多くなるので、リズムがぼやけてしまうかもしれません。はい。まあ、これは腕の見せ所っていうところではあるんだけれども、やっぱね、操作が難しくなる。コツコツ成分を出したいのにじゅわじゅわじゅわシュワシュワシュワってね、響きすぎてしまうので、かなりコントロール能力を、必要とするので、ライドシンバルにはもしかしたらね、普通のフェルトの方が、適してると思う方が多いかもしれない。あと、僕の中で良かったのはハイハットですね。まあ、こういう感じでハイハットを挟んでたわけなんで、ちょっとこのね、踏むとプニプニするっていう、今まで味わったことのない感覚だったんですけども、まあ、それゆえにすごい柔らかいサウンドだったんじゃないかなと思います。あんまこうね、チッ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 っていう、強い、サウンドが必要でない、音楽もあると思います。ジャンルによってはね、こう優しく、ツッ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 っていうようなサウンドが合う音楽、アコースティックなんかでは特に多いと思いますので、そういった時にね、これハイハットに使うととてもいいんじゃないかなと思いました。で、ハイハット用としてはちょっとこれね、サイズが大きいので、エムズクラフトさんね、ぜひ、この小さいサイズ、ハイハット用のシンピローっていうのをね、作った方がいいですよ。はい。少なくとも僕は使いたいなと思いました。はい。よろしければこのチャンネルでね、試させていただきますので、ぜひ、小さいこのシンピロー、制作を検討してみてください。はい。で、最後、これ絶対合うんじゃないかなって踏んでいた合わせシンバルですね。これ良くなかったですか。これね、僕の中で一番のヒットで、まあ、今後レコーディングとかでね、合わせシンバル来たらこれシンピロー使っていこうと思いました。はい。こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を大変マニアックに発信しております。他にも動画たくさんありますので、ぜひチェックしてみてください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたら、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。また毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひチャンネル登録して遊びに来ていただければと思います。というところで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。